久留米市出身のこがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今日も福岡県立北九州高校からお届けします。今日は2年生河口かのりさん、世界に通用するコミュニケーションの取り方とは。私部活でエアロビしてるんですけど、エアロビで来月アメリカに行くことになって、すげえ初日にいろんな国の人とコミュニケーションを取るっていう時間があって、その時に私がその積極的に話すのが苦手で、どういうふうに話しかけたらいいのかっていうのを。それはそう、自分が踊ったりするのはもうみんなお互い見せない。あ、もう最初は喋るっていう。すごい、一人で行くの？いや、今回はグループ組んで。グループはそういうなんかそのエアロビのチームがあるってこと？はい、あります。今回アメリカに行くのは4人です。やばいねみんな何、はい、そういうの苦手だってこと？いや、その他の3人は去年も行ってて、私だけ初めてなので。ああ、だからその足並み揃えたいみたいなのもあるんだ。はい。でもさ、その3人を追い越してすごいコミュニケーション取るだったら取るで、河口さんその後やりにくくない？普段の河口さんはこの感じなのに、はい、イエー、カモン、イエー、いや、ノー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 、ヘイヘイ、嫌じゃない？はい嫌でしょ、はい、これで一歩踏み込んじゃうとさ、後々の河口さんをやっぱその追い込むことになっちゃうから、はい、みんなの流れを見て、はい、そして行けるとこは行くみたいな。例えばみんなが自己紹介しだしたら、その流れで、あ、河口、その時にうまくコミュニケーション取れなくて気持ちが沈んだまま本番を迎えるのが一番嫌なのよ、はい、ってことは結果逆算するといつもの河口さんの方がいいんじゃないっていうところありますね。はい、うん、もう自分の踊りを見せつけてやりたいな。あ、見せつけなさいよ、はい、のりちゃん頑張れ、はい。